はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルイージーです。では、今回は、This is Abolis 177日目、残すところ、177、178、179、180と、4日間になってきましたね。では、早速、新聞の方を見ていきましょう。自殺願望を持つ芸術家、シグムンド・ハーマリングの作品、現代美術館で展示中。これ、自分で自殺したいって、公表したのかな？フリーバーグ警察の公開すべてロジャースの責任。これはね、僕の責任でもあるんですけどね。ちょっとね、警官が死にすぎているっていうところはあるんですが。ロジャーズ市長、卒業生を称えるというのが、長官の内容になっています。残り4日間で、いくらだっけ ?8 万ドルぐらいかな。稼がなきゃいけないんで結構辛いんですよね。息子が問題を起こした。エイムス、ダメだ。父親に任せてくれ、今日は。オレホは二日酔い。二日酔いはね、事故を起こすんでね、いつも言ってますけど。ハンキー、徹夜で、小説ダメ。続いて、トレボ。販売期限が過ぎてるクリームを飼い猫を食べてしまった。いや、これはね、もう普通に、動物病院に連れて行ってあげて、その後は出勤。これで行きましょう。もう残り4日間なんでね、部下たちにどう思われてもいいっていう、まあ半ばやけくそ状態ではあるんですけど。さて、早速事件が起きてますね。飲酒運転、ビーチ。男がバギーをしながらビーチにいる人たちをなぎ倒している。目撃者によると、その男が精神錯乱者のように笑っていたという。飲酒運転ではないよね。だってバギーを押してるんでしょ。バギーを押してるのが、飲酒運転なのかな。押してれば飲酒運転じゃなくて普通に傷害事件な気もするけど、まあいいや。とりあえず送りましょう、3人ね。んで、襲撃計画の方は、何もう一人送らなきゃいけないの。そうすると、困ったな。捜査の方を引き上げなきゃいけないね、人。薬物所持の方から、刑事を引き上げよう。主任刑事は外せないってなると、どういう手があるんだ？もうこれ解決済み事件に変えちゃう。そうすると、人が戻ってきてくれるとかそういうことないかな。戻ってくるね。襲撃事件を最優先しよう。襲撃事件じゃない、襲撃計画ね。を最優先にしましょう。で、シフト B の方に人を入れていってあげないといけないんだよね。シフト B の確認をちょっとしときますか。シフト B が、いわゆる警官が10人、刑事が6人ですね。で、こっちの方は、警官が12人いるな。じゃあシフト B の方に入れてあげた方がいいよね。じゃあシフト B の方に刑事、警官を2人入れます。ごめんなさい。今日はなんか事件が多いな。嫌な予感がするな。不法集会。怒りをあらわにした親たちが市役所の外に集まっている。彼の子供たちは、稀な遺伝子疾患である無垢多頭症と診断され、神経系だけでなく内臓や筋骨格系にも影響を及ぼす病を患っている。フリーバーグはこの子供たちに必要な治療薬が年1回の認定審査に通らなかったを理由に、治療薬の購入を中止してしまったと。保護者たちは激怒。この疾患で子供たちが死んでしまうかもしれないのに死に有効な手段を取ってくれない。これはどうなのかな。認可が下りていない薬を売るのがいいのかどうかっていうのはまた別問題だとは思うんですけどね。ちょっと奥さんに聞いておきます、このあたりは。さあ、じゃあ取り分を回収していきます。4000ドル。ああ、今44万2000ドルまで来てるな。あと5万6000ドル ?5 万8000ドルか。もうちょっとだな。で、前回ね、シフト B チーム、ボロボロにされましたからね。ちょっと待ってくれ、エイムスが死んだ？刑事エイムスが死にましたね。
さ、歓楽街での嫌がらせ。アボとジンは大人の男らがプールにいる女子学生に真っ昼間から痴漢をしていると通報。水泳パンツを履いた興奮気味の男たちがプールサイドにいる女子学生たちの隣で横になって彼女たちの体を触っている。今すぐこの痴漢を逮捕してきて。これってさ、痴漢っていうよりかは多分ね、マッサージ師、トレーナーの類だと思う。ちょっとスルーしましょう。で、リクエスト結果の方は、まあ今の、ね、この警察の手たらくでは、とてもじゃないけど、送ってくれないんだろうな。で、ラケットがまだ死んだな。バギーはパトカーに突進。エンジンを直ちに止めろ。タイヤを打つ男に衝突する。まあ、タイヤを打って、身動きが取れないようにしましょう。ラケットも死んだか。ちょっと死人が多すぎるな。相変わらずだけど。労働組合のミッション、6人送んなきゃいけないの。所長、ちょっと気になる情報手に入れた。組合の上層役員たちを痛い目に合わせるために、湾口管理局のが複数のチンピラを雇ったというんだ。湾口作業員用の新しい契約書について行っている交渉で、こちら側の要求を取り下げさせたいんだろう。俺たちを一人一人捕まえ、意見を変えるよう説得するつもりらしい。交渉が終わるまで、警察の方をお願いし、信頼できる部下を数人送ってくれ。まあね、労働組合にはお世話になってるんで、ここはちょっと無理してでも6人送りましょう。で、できれば金がもらいたい。そうだね、これは誤報ですね。応急処置のレッスン。じゃあ襲撃計画の方ね。またヒアリングしてるんで聞きましょう。敷地管理人です。最近の視聴者はまるで敵に備えているかのようだ。まあそうだよね、襲撃計画をきっとロジャーズの方も察知してるんでしょう。ある時、中央庭園の花が踏み潰されてしまって、庭園を裏口の方に動かすよう市長に言われたんだ。作業していると元将官とかいう偉そうな男が話しているのが聞こえてきた。能力のある指揮官と2人ほどの兵士がいれば裏口から侵入して視聴者のどこにでも行くことができるってね。なるほど、じゃあ裏口にはリーダーを回した方がいいね。そうなれば中央警備システムなんて何の役にも立たない。そいつらは落ち着きを取り戻すと裏口の件は叱るべき人にしか知らせていないと言い、皆で飲みに行ってしまった。これは有益な情報だな。今指揮官、まあ、いわゆるチームリーダーですね。これは8番に待機させてるんですよ。フリーバーグ大学の前に。これを裏口に回しましょう。これで夫人としては一応いいんじゃないかなって気はするんだけどな。さあ、ちょっと今事件が起きてほしくないんで、このまま推移してほしいところですが、一気に事件が2件来たな。まず1件目です。ベーカリージムバトン。クリスピートミーのパン職人、トーマス・バクスターが、ライブリフッド・ベーカリーに勤める、ジェイロム・ロールを非難している。これは何？パン屋同士のいざこざ？ライバルであるジェイロムは、バクスターが菓子パンの中に唾を吐き、有害化学物質までも混ぜて込んでいるというデマを流しているんだ。この噂を聞きつけた多くの常連客が店の外に集まり、哀れなバクスターに抗議。怒った客が押し寄せてきた。ドアはロックしたが、潰されるのも時間の問題。電話口でバクスターは叫んだ。もうこれは、いわゆるライバル店同士のいざこざだけど、まあこれ以上ね、大規模なものに発展しないように、一応こちらでコントロールしましょう。で、問題は、この発砲の方なんだよな。人送る？一応、見るだけ見る？ジェルコ・グロブラーから隣人が激しく喧嘩をしていると強かった。4人の声が聞こえてきたという。間もなくして銃声が鳴り響き、すべてが静まり返った。グロブラー氏はその住宅に武器を持った不審者が数人いることに気づいていたが、怖くて何もできずにいた。入れ墨の入った悪党たちの目の前に何もいなかった。仕方がなかったんだと。じゃあこれは、ロジャーズ派の3人を送る？で、労働組合のミッションの方はどうなったかというと、18,000ドル。よし。あと4万ドルまで来たね。もうちょいですね。テロ予告です。ラストピクチャーシネマ。映画、ザ・ロンゲスト・フィンガーが公開される前日、映画ファンを道連れに映画館を爆破すると匿名で予告。劇場の支配人は電話口の声の持ち主が子供のような声だったので、ただのはいたずらだと確信しているが念のため警察に通報することにした。
これは、じゃあ、確信してるんだったら信じよう。支配人を。フリーバーグの動物園での動物虐待。白鳥を捕まえようとした男が動物園内の湖に飛び込んだ。来園者はあの男が狂っている。白鳥がこっちへ来なかったから殺してやると言っているんだ。いや、これもさ、単なる、こう、普通に動物園側のスタッフって可能性ない。まずラストピクチャーシネマに人やっぱり送ろう。これの方がなんか、重大事件に発展しそうな予感がする。パン屋同士の戦いは決着がついたね。じゃあフリーバーグ動物園の方にも一応人送る？ここはね、市民のために失墜した警察の威信を取り戻しましょう。自動車事故の方はどうだ？間に合わないな。歩行者が横断歩道のない場所で違法に横断をしたところを車に離れた。目撃者によるとドライバーは逃げ出すことなく車から降りると、よそ見するなこのバカ野郎と叫びながら横たわっている通行人の顔を殴り始めた。完全に行かれてるな。こいつこそ捕まえに行きたいけど、どう？間に合う？あと5秒。間に合わないな。しかもこれ増援の依頼が来てるけど、発砲事件ね。これも人出せないからね。市民に死亡者が出ている。自動車事故の方も死亡者が出てるんじゃないの？出てるね。動物虐待の方は逃げられてんの？何やってんだよ警察は。で、レイプの方は写真は見つかっていない。いや困ったな。テロ予告の方はやっぱり誤報。しょうがない。大規模な喧嘩騒ぎの方行きましょう。秘密諜報員のジャスミン・ローチをテーマにした新作映画の公開初日に男が劇場に侵入。その男は映画の暴力シーンに大声で抗議し始めた。初めは映画を見に来た客に向かって暴言を吐いていたが、徐々に暴力的になり、すでに数名の負傷者が出ている。しょうがない。これは3人送ろう。今日はまだ刑事が1人死んだだけだからな。これ以上死人は出したくないんだけど。さあ、もう死人は出ないかな。事件の方で死人が出ない限りは大丈夫ですね。新たな事件は起きないはず。じゃあこれは何、ロジャーズ派の、反ロジャーズ派の3人をちょっと送りますか、せっかくなんで。しかもできれば経験値を上げたい3人を送りたいな。ロリドは引っ込めて、ここはハンキーに行ってもらおう。まあ、5でもいいんでね、ちょっとでも経験値を貯めてもらおうと言っても、まああと4日間ではありますけどね。あと4万ドルか。本当に惜しいとこまで来てるな。50万ドルまであと4万6000ドル。違う。4万4000ドル？違う、4万ドルですね。まあ、今、襲撃計画と4万ドル集めることを最優先に考えましょう。あ、そうか、ラケットも死んだのか。刑事2人が死んでんだな。いやー、刑事はね、今襲撃計画の聞き込みに絶対必要なんで、どんどん補充していかなきゃいけないんですけどね。はい、というわけで177日目プレイしました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続き178日目プレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。